皆さん、こんにちは。佐賀大学農学部のミニ講義を始めます。私、農学部国際地域マネジメントコースのコースの担当してます、いがらと言います。よろしくお願いします。この講義では、今話題の SDGs、それと、まあ、脳の世界、まあ、農学の世界とはどういう関わりがあるのか、と そういう話をしようと思います。最初は SDGs って一体何だろうそこから話をしていこうと思います。さて SDGs Sustainable Development Goals 持続可能な開発発展のための目標というふうに言います。言葉として聞いたことがある。 あるいは、ロゴマークをどっかで見たことがある。あるいは、すでに高等学校の授業で習ったことがある。そういう人が多いと思います。実は、SDGs は2016年から2030年までの目標です。ごめんなさい、2020年までの目標です。 で、今、実際、私たちの身近なところで SDGs の実践が始まっています。皆さんご承知のように、スターバックスコーヒーがプラスチックストローの使用をやめる。スーパーやコンビニエンスストアもレジ袋の有料化に踏み切った。セブンイレブンが七個カード、7個カードを使ってエシカル消費のポイントを始めた。 あるいはユニクロや GU の店舗で古着の回収を始めたと。いろんなところで実は SDGs の具体的なアクションが始まっています。で今なぜ SDGs なのかということの解説をしていきます。さて皆さん、皆さんとほぼ同世代のグレタ・トゥンベルさんをご存知でしょうか 16歳の気候変動活動家と言われる女性です。彼女はスウェーデンで2018年未来のための金曜日という名前で気候変動を防止するためのストライキを始めました。それもまあ平日学校を休んで、まあ、今流に言えば学校をサボってというふうに大人は言うわけですけれどもストライキを始めました。 で最初は彼女一人で始まったものが、やがて SNS の効果もあって、ヨーロッパ中に広がり、アメリカ、オーストラリア、あるいは日本でも一部大都市で、このトゥーンベルさんのデモに同調する動きが広がっています。で、この彼女の行動、これが大人たちに強く訴えかけているものです。 で、気候変動を防止するための枠組み条約、定約,定約国会議、COP24、あるいは最近は COP25、こういったところでも彼女が招待されてスピーチをしました。あるいは世界の経済人が集まる世界経済フォーラム、通称ダボス会議と言いますが、まあ、そこでも彼女が招待講演をしています。 いろんなところで、あの、彼女が今、気候変動の、地球温暖化防止のための様々な活動をしています。で、その彼女のが何を言いたいかというと、まあ、地球環境問題とか温暖化問題、えー、つまりもう問題のレベルを超えていて、今は危機、クライシスなのだと、気候クライシスという言い方をします。あるいは、 自分たちの世代の未来を大人たちは奪っていると。と大人たち、特に政治家や経済人ですけれども、そういった人たちを通説に批判をします。つまり、大人世代と自分たちの世代との間にある、いわば格差の問題です。これを世代間の倫理だとか、あるいは気候正義論という言葉を使って、 え、彼女の行動を評価する動きがあります。で、こういったトゥンベルさんに同調する若者、まあ、皆さんとほぼ同世代の人たちというのは、実は幼少の頃から環境問題に対して、特にグローバルな環境問題に対して、高い関心を持っている世代だと言われています。で、1990年代から2000年代の初頭に生まれた若者たち、 彼らをミレニアル世代だとか、まあ、Z 世代というふうに呼んでいます。生まれた時からスマートフォンや IT がまあ当たり前にあって、まあ、デジタルネイティブと言いますけれども、さらにグローバルな環境問題、その解決に関して実際に行動を起こすような教育、それをまあ受けてきた世代です。 その持続可能な開発の目標 SDGs。この17の目標は皆さん見たことがあるかと思います。2016年から始まりました。最大のキーワードは誰一人取り残さないと。地球上の誰一人取り残さないという崇高な理念を掲げたものです。で、2016年から始まって今2020年ですから もう学ぶとか知るとかその段階を超えて2030年に向けてあと10年間です。実践をしなければいけない。実際に行動、アクションをしていかなきゃいけないと。そういう背景が今あります。さて、そのサステナブルデベロップメント、持続可能な発展、開発という言葉は どれぐらいのところから一般化してきたのかということです。SDGs はこの2015年国連の加盟国150カ国が承認をした国際宣言になります。アジェンダ2030の中で SDGs が取り上げられました。その前、西暦2000年ミレニアムと言いますけれども、この時に国連ミレニアム宣言が出されて MDGs と というものが宣言されました。さらに1992年、これが実はこのサステナルデベロップメントという言葉が国連が地球環境問題の改善のために使用したある意味統一的な用語になりました。これが1992年の通称リオデジャネイロサミット、アジェンダ21と呼ばれるものです。 で、サステナルデベロップメントというのは、どういうことを意味するかというと、将来の世代が必要とするものを損なうことなく、現在の世代の要求を満足させる開発、あるいは発展のことを言います。このサステナルデベロップメント、これを推進するために、国際的に取り組んだのが ESD、Education for Sustainable Development。 持続可能な発展のための教育というものです。で、この ESD 教育を、まあ、多かれ少なかれ、まあ、学校によって程度の差はありますけれども、皆さんは小学校、中学校、あるいは高等学校で、これに関連する授業、教育を受けてきた世代ということになります。えー、先ほどのトゥンベルさんが、まあ、その典型ということになります。 さて、先ほどの MDGs から SDGs へ変わったと、何が変わったのかということを確認をしたいと思います。MDGs は2001年から2015年の目標でした。全部で8つの目標、その下に21の具体的なターゲットが定められました。で、この MDGs では、どちらかというと、途上国をどうすべきか、 途上国のために先進国は果たさなければいけない役割を果たしましょうというような考え方でした。結果的にこの MDGs の主たる担い手になったのは NPO、ノンプロ,フプロフィットオーガニゼーション、非営利組織、NGO、ノンガバメンタルオーガニゼーション、非政府組織、こういった団体が それぞれの国の外務省、あるいは環境省に相当するところと連携して様々な努力を行ってきました。国連のそのセクションが中心的にやってきましたで。これによって多くの課題が実は解決されていきましたけれども、解決できなかった課題もたくさんあります。なぜ解決できなかったかというと、途上国の問題であると。 いうような、ある意味誤解です。えー、先進国も共に国内に同じような課題を抱えており、先進国がより多くのパートナーシップ、つまり NGO、非政府組織と連携したり、何よりも企業の経済活動、それを SDGs の目標達成のために、 企業が、経済活動が直接的に関わると。そういったことを強調したのが SDGs ということになります。でこの段階で目標は17で。具体的なターゲット、果たすべき目指標ですね。これが169になりました。つまり、途上国先、先進国、区別なく、全ての国のための目標であることを 国連全加盟国で交渉し承認されたものです。え、MDGs 時代の目標。括弧の中の数字はターゲットと呼ばれる具体的な指標ということになります。そして SDGs が17になったということです。で、この SDGs では多く5つの特性があると言われています。それは誰一人取り残さない。 普遍性。それから、すべての国に共通する。普遍性。それから、インクルーシブと言いますけれども、誰一人取り残さない。少数者、障害者、貧困者、性的なマイノリティ、様々な立場の弱い人たちを包み込む。そして、多様な関係者、ステークホルダーと言いますが、 多様な関係者が参画する。で、それぞれの目標は独立してあるのではなくて、相互に関係しているのですよ、という統合性です。そして、実際にターゲットを決めて、15年間で何が達成できたのか、ということをしっかりとチェックする、透明性と言います。PDCA、ね、プラン。 do, check, action. そういったもののサイクルをしっかり機能させて実現をしていくというところが SDGs の大きな特色です。さて、その SDGs17 の目標を皆さんちょっと確認をしてください。で、このロゴマーク、例えば1番、貧困をなくそうと。で元々は英語でかなり長い文章です。 これは日本語に翻訳したものですけれども、あらゆる場所であらゆる形態の貧困に終止符を打つ。えー、多少英語の直訳的な表現ですで。これではそれぞれの国においてなかなか国民に理解されにくいということで日本はこの、えー、長い表現を短いフレーズに変えました。 日本の外務省が大手の広告代理店と共同して、そのロゴマークのそれぞれの目標を短縮してしまいました。例えば一番であれば貧困をなくそうと。貧困をなくそうだけだと何か途上国の問題だけに限定される、されますけれども、実際はあらゆる場所であらゆる形態の貧困、 と書いてますので、つまり先進国においても貧困問題があると。例えば日本は子供の貧困率が OECD、先進国の中で上位にあります。日本の大きな課題です。あるいは飢餓をゼロに、飢えている人たちはこれは途上国の問題だと。 したがって、途上国でたくさん食料を供給するような仕組みを作ればいいというふうに考えがちです。えー、ところが、たくさんも食料を作れば、それで飢餓は解消されるのかと、元々の表現は、飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進すると。 つまり大量に食料を生産する。その前提には様々な環境への負荷が発生します。例えば、たくさん水を必要とする。農薬や化学肥料を必要以上に投入する。そういった農業が本当にサステナブルなのか。そのサステナビリティと えー、食料の安定的な供給、その両立を図らなければいけないということになります。で、この2番の飢餓をゼロにという目標がおそらく農学に果たされる、課せられた大きなミッションになるだろうと思われます。で、農学は幅が広いですから、それ以外の目標も当然関係するものがたくさんあります。 それぞれのロゴのこの標語,標語的な表現を超えて、この赤枠で囲っている本来の目標、これをしっかりと私たちは確認する必要があります。えー、環境に関連するようなエネルギー問題もそうです。それから経済発展に関連するような目標もそうです。 で、この中で先ほど例えば、包摂的なインクルーシブという言葉があったり、あるいは働きがいのある人間らしい仕事、ディーセントワークと言います。こういった表現も出てきます。例えば、農業をしたいと思う若者が少ない。それは農業に働きがいを感じない。あるいは、 3K と呼ばれるように農作業がきついというような一般的なイメージがあります。実際はそうではないのですけれども、どうしてもそういうイメージがあって、なかなか新規の収納者が増えていきません。そういう農業の担い手にとって、育成にとって重要なのは、要は働きがいのある人間らしい仕事、そういったことを自覚できるような 生産の仕組みを作っていく必要があります。これは民間企業においても同じく重要な要素です。あるいは SDGs にはレジリエンス、あるいはレジリエントという言葉がよく出てきます。これは強靭なという意味です。しなやかで強靭な。例えば、日本は災害が頻発します。今もコロナで私たちは大変苦しんでいます。 そういう災害に対して、災害がから強い、防災、あるいは減災と言います。あるいは災害を受けた時に、いち早く復旧できる、元に戻れる。そういう強靭な社会を作っていくというような言葉も重要なキーワードになっています。 はい。このあたりも気候変動だとか、海の豊かさ、陸の豊かさ、まあこういったものも農学に深く関わる目標ということになります。そして SDGs で何よりも重要なのは、この17番のパートナーシップで目標を達成しようということです。MDGs の時に課題となったのは、やはり先進国が途上国に援助をするとか、 支援をするとか、そういった位置づけで誤解されてしまったで。先進国もこういう問題に積極的にコミットしていくことで、それぞれの国のあるいは企業の経済成長につながるものだと。だから企業、経済活動はより環境に配慮し、社会的課題解決につながるようなビジネス、 事業をしていきましょうというような考え方が強調されていきます。今述べたことを ESG というふうに表現をします。先ほどの17のロゴマークを三つの、大きく3つのカテゴリーに分けてみました。私たちは経済成長、経済発展、これを絶えず求めていきます。その木の成長、これがまさに経済発展です。 その経済の発展を支えているのは、実は環境問題を解決すること、社会的な課題解決をすること、それを進める上でしっかりとガバナンスすること、統治すること、それもパートナーシップで行うこと。このソーシャル、エンバイラメント、ガバナンス、 この三つを ESG と言います。つまり、経済成長、経済発展のためには、この ESG を前提にすると。ESG を重視するようなお金の使い方。ESG を中心とした企業の経営戦略。そういったものが、経済発展、経済成長を促しながら、 こういった課題解決につながっていくのだというような考え方です。今、先進国、特に日本の大企業も SDGs 経営を積極的に取り入れています。その大企業と取引をする中小企業もこの大きな流れから逃げることはできなくなってきています。皆さんが大学に入学し、やがて就職活動をするとき、 今すでに就職活動、就活と言いますが、就活のキーワードは、この SDGs にどれくらい取り組んでいる企業なのかというのが、企業選択。言葉から、言葉を書いて言うと、社会によって認められた企業であるかどうかの重要な指標になっています。さて、先ほどの17の目標、ターゲットを読んでいくと、 非常に高い目標設定になっています。これ SDGs の考え方で、あえて高い目標設定をしています。こういうのをバックキャスティングの考え方と言います。えー、皆さんも、えー、A 大学、B 大学、C 大学、いろんな大学を今目指していると思います。当然、高い目標を掲げて、そのために一生懸命努力をします。えー、今の実力が、 偏差値がこれくらいだから、これぐらいの大学を目指そうという考え方は、フォアキャスティングの考え方と言われています。あえて高い目標、つまり将来、ありたい姿、あるべき姿を先に決めて、今を考える。今何をすべきかというのは、高い目標設定を先に決めて行っていく。 当然、一人だけでそれが達成できるわけではない。先ほどの多様なパートナーシップ、いろんな人たち、いろんな組織とコラボ、連携することで、この目標達成が可能になるというのが、このバックキャスティングの考え方です。 さて、先ほどの SDGs17 の目標の下には169のターゲットが決められていますで。さらにその下に、じゃあ具体的に何を達成すればいいのかというインディケーターといいます。指標。これがほとんどが数値目標化されたものが230にぶら下がっていますえ。ほとんどの人はこの17の目標のロゴを見て、マークを見て、 SDGs をイメージしますけれども、なんとなく SDGs をやっているのレベルで終わってしまう。一番重要なのはこの169のターゲットです。で、これに関連するような具体的なアクション、それを進めていくのが SDGs の基本ということになります。例えば、まあ、農学に関係しそうな目標の2、えー、飢餓をゼロに 正式には、飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善,改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進するというターゲットです。特に農学に関係しそうなのは、この青字でおくが示しています。このそれぞれのターゲット、こいつは今農学の学問領域で、ほとんど 農学に課せられている、いわば使命、ミッションということになります。でこの中には、いわばイノベーション、技術革新、あるいは私が属している、この国際地域マネジメントコースのように、社会のシステム、そういったものを変えていく、こういったものも当然含まれてきます。私の研究は、この中でも家族農家、 小規模食料生産農家、そういった農業によって維持されてきた農業のシステム、あるいはその結果としての農業、農村の景観、ランドスケープと言いますが、それを保全し活用するようなことを私の今研究テーマにしています。これについては、ビニ講義の2、 具体的な事例を紹介したいと思います。よろしいでしょうか、えー、つまり SDGs の中の、例えば目標の2。これは農学が果たすべき、えー、大きなミッションを具体的に私たちの目の前に提示してくれているものです。えー、農学はこういった課題解決のために様々な、えー、分野が え、チャレンジをしていると。え、皆さん大きな期待を持ってほしいと、そのように思います。はい、以上で、私のミニ講義その1を終了します。お疲れ様でした。